皆さんこんにちは、戦車のヌヌファクトリーのヌヌです。今回はですね、当社の車内丸々クリーニングについて動画にしていきたいと思います。で、今回はじゃじゃーん、こちらのタントの方をちょっとお借りして、こちらの方を車内丸々クリーニングしていきたいと思います。どうもめぐはやチャンネルのめぐみとハヤトです。キラーンで、実はこの車、めぐみちゃんの親戚、家族の、はい、車なんですよね。はい、うん、結構あの家族の方が、はい、あのあまり手入れをしないので、はいはい、もう内装は結構なんか下の方、下回りが特に、はい、下回りが足元、そうですね、砂利とか結構すごいんですよ。わ、はい、かりました。はい、そういう方がね、がぜん私もやる気が出ますので、ちょっと頑張って綺麗にしていきたいと思います。お願いします。お願いしますレッツゴーはい、それでは施工に入る前に今の状態を確認していきたいと思います。まず外装は今回は車内なのであんまりやらないんですけど、ほとんどもう洗車されてないので、うん、結構もう汚かったり、うん、あとまあ傷も山から転がしたんじゃないかみたいな、ね、どういう状態ゴロゴロと。そうですね、結構汚いですね。中の方もいいですか。はい、失礼します。はい、まずドアパネルがね、結構土汚れみたいなついてたりとか、はい、色がもう変わっちゃって、ね、そうね、そうね、すごい。これも多分落ちると思います。はい、はい、すごい、はい、気になってた床周り、うん、そうですね、ちょっと子供の、うん、あ、こちらですね。そう、これもまあ落ちるかなと思いますので、落とせるところまでちょっとしっかりと落とします。ありがとうございます。はい、あと個人的に気になったのは、結構こういう隙間がすごいですね。隙間、ここにとか、はい、うんうん、これも頑張ってきれいにします。ありがとうございますやる気が出る1台ですね。天井の方なんですけど、はい、ここなんかちょっと黄ばんでる気がするんですけど。そうなんですよね、はい、あの前のオーナーさんが多分タバコをよく吸う方だったのか、うんうん、ちょっとタバコの黄ばみがすごいですよね。うん、ヤニが、はい、全体的に、ね、はい、うん、若干なんかヤニ臭いというか、はい、そうなんですよね、うんうん、あとシミも結構すごいんですよ ね、結構ありますね、はい、全体的にも、うん、車内丸々クリーニングは天井の方もやっていきますので、すごい、はい、シミもできる限り薄くして、あ、はい、ありがとうございます、やっていきます。楽しみです。お願いします。前の方はこういうドリンクホルダーとか、あとグローブボックスとか収納系のところもやっていきます。あとこのシートの隙間ですね、ここ結構ホコリとかゴミとか入ってますよね。この辺やっぱりゴミとか溜まりやすいんで、この辺もしっかりきれいにしていきます。お、結構入ってる。床のところですね、やっぱり運転席なのでフロアマットはここが一番汚れてるので、これもねちょっと新品のようにきれいにしていきたいと思います。あとこういう隙間の方もかなりね小石が入ってますね、ゴミとか。10円を発見したこういうのもあるあるですよね。これめっちゃ綺麗になると思うので、頑張っていきます。それではまず最初にフロアマットの掃除からしていきます。まず最初はこういうブラシとか、あと布団たたきとかでもいいんですけど、そういうので叩いてホコリを表面に浮き出していきます。わっ、すごっ、すごっ、やばいぞこれは。それじゃあ水をかけてたわしでまず洗っていきます。今の水洗いだけでは落ちきれなかった汚れは、こういうリンサーっていう機械を使って落としていきます。
アルカリ電解水と水を希釈して入れてるもので、頑固な汚れとかもこれで落とすことができます。このリンサーが掃除機とこの電解水を出しながら吸ってくれるっていうものになってるんで、これでまた頑固な汚れを吸い取っていきます。フロアマットの掃除が全部終わって、あんな感じで今フロアマットを干してます。でですね、リンサーに溜まった汚染水があるので、あっちの水道でちょっと流しに行くので、めぐみちゃん一緒に来てもらっていいですか。はい、はい、それでは行きますよ。はい、行きます。うわうわ、跳ねたらごめん。はい、すごい、もうなんか泥水って感じですね。ね、このホコリが舞ってるとそれを吸ってたかと思うとね、ちょっとゾッとしますよ。しますね。うわ、砂がすごいね。すごいな、なんか炭を洗った後みたいな感じになってます。あ、でも結構溜まってるね、ここ。結構すごいですね。砂ぼこりもここまでなってると思ってなかったです、ね。はい、こんな感じで使い古したフロアマットなんかは砂汚れとか、あと過去の土砂とかも結構溜まってますね。今洗車の方をしているんですけど、ルームクリーニングをご注文の方でも洗車は必ずお付けします。で、ボディの洗車だけではなくて、こういったこういうところですね、ドアヒンジの清掃もしっかりとしていきます。あとはこういうリアゲートの縁のところですね、この辺もホコリだったりとか砂汚れがかなり溜まりやすいので、この辺もしっかりときれいにしていきます。最後はエンジンルームの中です。エンジンルームの中もしっかりと綺麗にしていきます。これはもう綺麗にした後なんですけど、こんな感じでしっかりと黒々とツヤも出ますので、こちらの方も綺麗にできますので安心してください。それでは外装の方は終わりましたので、次内装の方に入っていきます。内装の方はこんな感じで結構今汚い感じなので、こういう掃除機を使いつつゴミを取りつつ、アルカリの洗剤でちょっとまたクリーニングしていきます。まずペダルの方はアルカリの洗剤をつけ置きしておきます。そうすると後から汚れが浮き出てくれるので、かなり楽に掃除ができます。こんな感じで少し放置しておきます。掃除機に入る前にある程度のホコリをちょっと拭き取っていきます。先にこういう風に拭き取っちゃった方が次の掃除が楽に進めるので、先にある程度ホコリを取っていきます。こういう晴れの日でも車内は結構暗いので、こういったライトがあるとこの影になってる汚れとかもこうやって見ることができるので、ライトは必須です。わあ、すごいな。この真ん中のエアコンダクトだけでこのぐらいホコリが溜まってます。とりあえず今はざっくりと
汚れを取ってしまって、後で丁寧にしっかり一本一本拭いていきます。それでは先ほどつけ置きしといたこのペダルの方をまた洗剤つけながら、こういったブラシで汚れをかき出していきます。病気したのでかなり汚れが浮いてきていて、もうちょっとの力でも傷つけないで落とすことができるので、最初につけ置きをした方がいいかなと思います。ではいよいよゴミの方を吸い取っていくんですけど、掃除機を使って吸い取っていきます。でこの掃除機は業務用なので、やっぱりパワーが結構あるので、こういう大量のゴミなんかも吸い取ってくれます。掃除機してるときはこういうちょっと毛が固めのブラシでこうかき出しながら吸い取っていきます。それではめぐみちゃんが気にしてたこのキラキラゾーンですね、ここの方をちょっと消していきたいと思います。お、落ちた。アルカリの洗剤でほぼほぼ落ちました。これだけでも結構綺麗にはなったんですけど、気持ちよく使っていただきたいので、こういうリンサーでもうちょっと綺麗にしていきます。この要領でシートの方もリンサー使ってやっていきます。こちらの車のシートはファブリックなのでリンサー使いますので、せっかくなんでシートも一緒にやっていきます。
OK かな。はい、というわけで掃除機がけと内装のクリーニングが終わった感じはこんな感じです。すごいピカピカですよね。でこの床の方なんかはホコリ一つ乗ってない感じになってます。このシートの方はリンサをかけてきれいにしたんですけど、リンサをかけたことでシート本来の色味に戻った感じがします。それではシートと天井にリン酸を使った汚染水がこちらです。すごいですよね、これシートだけですよ。わお。こんな感じです。これ見ていただくと分かる通り結構泥も溜まってますので、シートにもやっぱりホコリとか泥とかっていうのが乗ってるなっていうのが分かると思います。今回は時間の都合上紹介することはできなかったんですけど、本来はこの後にスチーム作業をしていきます。で、大体100度ぐらいになるスチームなんですけど、100度ぐらいだとダニとかノミが死滅してくれる温度なんですね。なのでシートだったりとか、あと天井の方にスチームをかけてあげるとダニの実の駆除ができます。この車はペットがいらっしゃったっていうことで結構猫ちゃんの毛とかいっぱいついてたんですよね。なのでそういった車は特にスチーム除去してあげた方がいいかなと思います。結構タバコの匂いとかもしてたんですよね。なのでそういった車にはオゾン消臭っていうものがあります。機械の力でタバコの臭さだったりとか、あと食べ物の匂いとか汗の匂いとかを取ってくれるものになりますので、この後その作業の方もしていきます。で担当の車内まるまる掃除が終わりましたので、はい、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、はい、楽しみ、おお、こんな感じ。見て、すごいすごいすごい。シートが超白かったのが黒くもよみがえってる。シート張り替えたかな。すごい。シートはリン酸をかけたので、本来の色に戻ったかなと思います。元はこんな色だったね。そう。下の隅の小石とか、あ、もうなんかもうなんか砂とかのが全部なくなって。でっかいポップコーンが出てきた。ポップコーン出てきました。あのパネルとか、はい、ハンドルの黒さがすごい。そうね、そうね。ツヤが。そうなんですよ。あ、ツヤか。そう、アルカリの洗剤なんですけど、はい、ちょっとワックスも入ってるんでツヤもだいぶ出たかなと思います。はい。でこのメッキなんかもすごい輝きが、輝きピカピカもして。輝きが。メッキパーツだったんでね。うん。それぐらいね、ちょっと。VTU ぐらい。曇りすぎて。ここは結構ちょっと汗とかあと砂とかで汚れてたんで、もうすごい綺麗に、はい、黄色くなってたのが。こんな感じです前は。あ、めっちゃ、はい、よかったです。お、ここのなんか隙間のゴミがね、あ、確かに、ゴミとかなんか白いのが全部綺麗になってる。そうなんですよ。犬がいたんだっけ。そうみたいです。犬の毛とかもすごかったですもんね、はい、前のオーナーさんの、はいはい、なかなか取れないですもんね。そうなのよ、はい、刺さっちゃってね。キラキラと見てみましょうか、向こうで。こっちから、はい。え、どこにあったのか全然もともとの位置がもうもはや分からない。確かに確かに、すごい。ここにあったんだよ、この辺だったよね。そう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 、確かもう全然全然どこにあったのか分からないぐらいピカピカになって、すごい。ありがとうございます。すごいですね、本当にキラキラはそれキラキラも取れて天井のシミ、はい、この辺にあったと思うんですけど、お、何もない。本当だ、本当に何もない、ね、なんかちょっと薄くなればって言ってたのが全くもってなくなるぐらい。よかったです。新しい中古車を入社して納車したみたいな。タイヤホイールも、はいはい、させていただいて、ピカ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 、ピカピカ、めっちゃ茶色かったもんね。めっちゃもうブレーキダストで、そう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 、ホイール洗って、あとタイヤワックスも
本当にタイヤもタイヤが黒色になったタイヤも、うんうん、めぐみちゃんこれで満足でしょうか。大満足です。よかったね。これはもう絶対あの親に持って帰ったら絶対喜んでくれる気がしますもん。いいプレゼントができました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで洗車の布ファクトリーの車内丸々クリーニングは1台を1日かけて徹底的にきれいにさせていただきます。気になった方はぜひ公式ホームページの方から公式 LINE がありますのでそちらの方をお友達登録していただいてそちらからご予約ぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。あと公式 LINE の方では普段の洗車のお悩みだったりとか施工の内容のお問い合わせなども送っていただければ私が返信させていただきますので公式 LINE の方もぜひ活用ください。それでは今日はこの辺でヌルでした。バイバーイ。